はい、どうも、花江チャンネルミカサです。今日は、鹿児島のユリ農家、鎌田さんに来てもらってます。そしたら、自己紹介、お願いします。はい、YouTube、花江チャンネルをご覧の皆様、鹿児島の吉野町というところで、オリエンタルユリを栽培しております。鎌田ユリ園の鎌田洋平と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたら鎌田さんは、はい、まず年齢を教えてもらっていいですか？はい、44歳です。44歳。で、はい、何代目って聞きたいんですけど、この辺はどうですか？はい、1代目です。1代目。はい。ということは開業されたってことですね。はい、そうです。はい、じゃあ開業についてお伺いしたいと思います。はいはい。2017年の7月に開業しました。うん、ということは、まあ、今から約4年、まあ、3年9ヶ月ぐらいですね。うん、今、ユリ農家として、なんとかかんとか、うん、なります。その前は、ユリは作ったことってあったんですか？はい、その前はですね、うん、実はだいぶ、過去に遡ってみると、うん、21歳で東京に行きました。うん、はい。はい。で、東京で14年間、うん、製造業を、うん、まあ、技術職ですね。うん、まあ、いろんな家電メーカーさんだったりとか、車メーカーさんが、うんうん、まあ、車だったらハンドルとか、うん、ボンネットとか、うん、よく見ると、プラスチックなのに革模様がついてたり、うん、ボンネットとかも、プラスチックなのにいろんな模様がついてるんですけど、うん、そういう模様を金型っていうものに加工する仕事をしていました。まあ、ちょっと珍しい脂肪加工って言うんですけど、はい。はい。で、まあ、前の会社が日本エッチングという会社で、はい。気になる方は検索していただけると。はい。検索します。はい。で、そこで、14年。はい。で、そこにいる間に2011年。うん、まあ、この間10年が経ちましたけど、うん、東日本大震災を東京で経験しました。はい、おお、揺れました？揺れました、揺れました。もうすごくって、うん、1分ぐらい横揺れが、こう、ゆっくり来たんですよ。うんうんうん、で、まあ、そういう技術職なので、うん、まあ、だいたい10トンのクレーンとか、はい、まあ、まあ、あとは、まあ、何十トンの金型とかを扱うようなところなので、ちょっと、作業場的に危ないので、うん、外に避難したんですね。そうなんですね。はい。外に避難した途端に、もう揺れがものすごく激しくなって、もう窓ガラスのきしむ音ですね。ミシミシミシって、もうガラスがよく割れなかったなと思うんですけど、きしむ音と、そのまあ前にパトカー、まあ警察署がすぐ近くで、前にパトカーがあったんですけど、そのパトカーがもうこうバウンドの、こんな人ですよ。もう怖くて、それから余震がまたいっぱいあったんですよ。何回も余震で、大田区っていうところだったんですけど、うん、多摩川が、うん、もうものすごい東京の中で大きい川ですね。津波が来ると。はい。もう、ワンワン放送が始まって、で、まあ、千葉の方では火災が起きてとか、まあ、いろんな報道がもう錯綜してですね。うん、もう僕らもパニックで、どこ行ったらいいか分かんないんですよ。東京なんで、行く場所がなくって。うん。っていうような人、怖い経験をしました。で、それでちょっと人生観が少し、このままでいいのかなっていうのは、ずっとあったんですね。うん。まあ、製造業自体がもう、東南アジアにどんどんシフトしてましたんで、まあ、自分も、中国、台湾っていうところに、仕事に行くっていうのは、まあ一年に何回かあるような状況で、うん、このまま海外に行きっぱなしになっちゃうってことはあり得るなぁとは思ってたんですよ。
ていう感じで、まあ、東京の生活を送ってたんですけど、うんうん、じゃあ、まあ、なんでユリをやろうかというところで、うんうん、実家が、うん、まあ、ユリの球根のオリエンタルじゃなくて、鉄砲ユリの、うん、球根を扱ってる、うん、小さい仲卸の会社、また、うん、じゃがいも生果物ですね、うん、っていうのを、まあ、扱ってる会社だったんですけど、うん、でその中で、鹿児島、それは沖永良部でやってたんですけど、はい、まあその鉄砲よりも昔はすごく、オリエンタルよりがこんなない時代は、うん、まあ輸出が盛んだったりとか、まあ日本国内でももう生産が盛んに行われてる時代があって、うん、で、まあ、良かったんですけど、鉄砲ユリの球根がもう、すごく余ってしまう時代が、今度は来たわけですね。で、鉄砲ユリが余ったから、じゃあ、ちょっと、ユリをどっかで作ろうって形になって、霧島市で、うん、まあ、おばが生産をしてたんです。うんうん、で、まあ、震災で、こう、立ち返った時に、じゃあ、鹿児島帰ってきて、実家で、こう、まあ、自分が何かできることはないかなっていう思いがあって、うん、また、まあちょっと何かを変えたいって気持ちもちょっとあったんですけど、自分の中で。うん、で、鹿児島に来て、うん、おばのところで、うん、まあ、だいたい4年ぐらい、一緒になる、うん。まあ、ほとんど手伝いですね。うん、自分が農家とは言えない、サラリーマン農家として、うん、やったんですけど、うん、まあ、いろいろ、あって、うん、その時は何を作ってたんですか？その時はですね、うん、まあメインはユリです。オリエンタルユリ、うんうん、はい、鉄砲ユリ、うん、で、あとは LA ユリ、うん、まああとアジアンティックとかもありますけど、うん、で、あと草花、ひまわりだったり、うん、ケイトウ、ストック、ベニバナ、スターチス、うんうんとかそういう草花を作って、まあちょっと長日の作物でカーネーションを少し。何でも作ってるじゃないですか。そうなんですよ。添え花っていう添え花をかなり作ってて、うん、それはすごい勉強になったというか。それ、広さってどれぐらいなんですか？広さはですね、かなりありました。7単ぐらいあったので、わかりやすく説明してください。7単。はい。うん、はい。だいたい、1単が315坪ぐらい。え、うん、え300、300坪ぐらい。はい。で、2000坪を超えてるってことですか？そうです、そうです。やばマジっすか？はい。なので、まあ、暖房機が入ってない、場所とかあったので。それは路地ってことですか？いえ、ハウスだったんですけど、うん、暖房機を入れてないんで、冬場とかは、ストックとか、うん、まあもう凍ってもあいつらは、こう大丈夫なんです、うん。すごいんですよね。おー、うん。まあそういう草花も一緒にこう、並走して走りながら、うん、まあ季節の、まあ暖かくなってきたひまわりとか、うん、まあちょっとハローとかから系統とかいろいろそういうのを作ったりしながらの、うん、こう栽培の、まあ、手伝いを僕はやってたという形です。うん、